第126代天皇、金城天皇即位礼聖殿の儀2019年10月22日即位の礼に臨む昭和天皇1928年11月皇位継承とは、日本において皇位を皇子が受け継ぐこと。諸外国における国王、皇帝の地位を継承を意味する王位継承あるいは定位継承と、ほぼ同義語である。大日本帝国憲法及び、 日本国憲法旧皇室典範及び現行皇室典範で明文規定された。日本国憲法第二条行為は世襲のものであって国会の議決した皇室典範の定めるところによりこれを継承する。皇室典範第一条行為は皇統に属する男系の男子がこれを継承する。皇室典範第四条天皇が報じたときは皇子が直ちに即位する。 公格天皇以後は、近城天皇まで全て高等直系の男系男子により後位継承が行われて、現在に至っている。近代に入り、明治天皇治政の1889年に、大位禁止と陽子禁止と直系男子への後位継承優先について定めた、旧皇室天板が制定された。昭和時代、第二次世界大戦後の1947年5月3日に、 施行された日本国憲法の下で、皇室典範は再度制定されたが、退位禁止と養子禁止と直系男子への行為継承を優先とする。基本性格は変更されず、さらに、非着室主を皇族としない規定が追加された。詳細は、行為継承順位を参照行為を継承する皇族の順位は、皇室典範第2条に定められている。 皇位継承の儀式については、1909年制定の当局令の廃止に伴い、法律上の規定が存在しない。また、皇室天範には即位の礼を行う定めがあるにも、かかわらず、内容についての具体的な規定はされていない。そのため、1989年1月7日の昭和天皇の法御に伴う皇太子、昭人親王の即位の礼は、 廃止された旧当局令及び同府式を踏襲する形で執り行われている。以下の皇位継承儀式は、昭和天皇から皇太子、秋人新王の皇位継承に際する辞席である。詳細は、即位の礼を、参照1989年、賢治当承刑の儀、賢治当承刑の義とは、旧当局令府式の第一辺戦争の式にある、賢治都御の儀にあたる。 国事公為たる意識である。剣とは、天村雲剣を指し、字は、八坂にまが玉を示している。これは、行為の証として伝承される三種の神儀のうち、剣と字を大公天皇から承継するもので、剣については宮中にある、天村雲剣の複製品を用い、神事は、本物とされる八坂にまが玉を用いる。同時に国事と行事の承継も行われる。 1989年1月7日、皇太子、昭人新王の皇位継承に際しては、昭和天皇法御直後、同日午前10時1分により、皇居政電末の間で取り行われた。国民代表として、内閣総理大臣、最高裁判所長官、衆議院、参議院両院議長の行政、司法、立法の三権の長、全閣僚などが参列した。天皇は、 藤森昭一区内町長官らに先導され、男性皇族を従え、松の間に出御し、参列者に向かい合う形で、正面の席に着き、天地及び、国事、御事を自重が、天皇の前にある机に置く短時間の儀式が、執り行われた。高齢伝神殿に、報告の儀とは、先祖代々の高齢を建て祭る高齢殿、及び、天神賃儀を建て祭る神殿において、 新天皇の戦争を報告する儀式である。賢治当承継の儀が取り行われているほぼ同時刻に、宮中三殿において、昇天長が新天皇の戦争を報告する。賢書の儀とは、賢書にご神体として建てつられている神儀八鷹神の承継儀式である。平成元年1月9日、昭和天皇の崩御から2日後に、昇天長により、宮中三殿で取り行われた。 八た鏡は宮中に鎮座している複製品である。この儀式によって行為の証である三種の神儀を継承した天皇は正当な行為継承者となる。なお、過去に継承の儀を取り行うことができなかったため、正当な行為継承者にはなり得なかった天皇が存在する。即位後朝見の儀とは即位した新天皇が初めて首相らに言葉を述べる、告示行為たる儀式である。 平成元年1月9日に、皇居制年末の間で365人の参列者の元取り行われた。1990年、大城祭令和の大城宮1年の両案、もが明けて、最初の新鍋祭りたる大城祭が即位の翌年に取り行われる。11月の日に4日間にわたって取り行われ、皇位継承に伴う儀式はこれをもって最後とする。 1990年11月23日に大ジョグルの儀が取り行われた。なお、継承された神儀は複製品であるので、時期を見て、本物が建て祭られている伊勢神宮と厚田神宮へ、即位報告を行うことになる。特に高祖神であるアマテラスの建て祭られている伊勢神宮への報告は早期に取り行われることになる。第121代。 公明天皇の即位礼降下四年、お平安宮天皇が皇位を継承するにあたって、取り行われる行事は、数多いが、特に重要であるとして、現代に続く行事として、即位の礼の中心儀式で天皇が皇御座に登って、皇位継承を内外に宣明する、即位礼聖殿の儀と、歴代の天皇礼を受け継ぐ、神道祭司である、大城祭とが挙げられる。皇室の資源が語られる。 危機神話においては、大城祭は天岩と伝説に、即位霊は高千穂峰への天孫降臨にそれぞれ否定されるとの説がある。危機の記述によると、古代において即位霊は正月に行われた記録が多い。これは、水古天皇の時代に中国大陸から暦の知識が輸入されるとともに、中国大陸の霊に習って正月即位の形が高齢化されるとともに、 それ以前の即位礼もそれに当てはめ、その多くが正月の日付を与えられたのではないかとされる。一方、大上祭は天皇が大上宮に籠もり、天孫降臨時のニニギノミコトを仇すことによって、ニニギノミコトが天照大臣から受けた礼儀を新たに売ることであり、元は当時の頃に行われる意味ごもりの祭祀であったとされる。古代における、 両儀式の次第が詳細に記録されているのは、主張4年の時童天皇の皇位継承に関する記述である。この時の一連の儀礼は、次の手順で行われた。即位礼と大上祭とで天神予言が二度読まれたことから、古来は大上祭の翌日に即位礼が行われており、時代が下るにつれて、即位礼が正月に移動したのではないか、とされる。これらから、 陽光が弱まった当時の日に天皇が意味、子守大城祭を行い、翌日大臣の礼儀を得えて、晴れの状態となった神帝が即礼を行うのが、本来の形であったと思われる。その後、平城天皇の時から、先帝が位を知りくと同時に、直ちに神帝が戦争し、神儀を受け継ぐことになった。後位の継承について第二本帝国憲法第二条で、 公位派公室転犯のテーブル書に、入り男子孫これを継承すとあり、旧公室転犯第1章に、公位継承順位、第2章に戦争即位について規定されていた。公室転犯第1条では、第2本国公位派訴訟の口頭に、して男系の男子これを継承すと記されている。公位継承の儀式については、公室転犯を根拠とし、公室転犯に属する法体系、いわゆる、 急務法として交付された皇室令の一つ、当局令及び同腐式によって細かく定められていた。なお、日本国憲法の施行に伴い、旧皇室転半及び皇室令は、1947年5月2日に大日本帝国憲法の執行に伴い廃止されている。日本では和国と呼ばれた古代から皇位継承に関する問題が生じていた。 義阜和人伝によれば、弥生時代後期の二世紀後半、和国王位の継承をめぐって、和国大乱が起こり、卑弥呼が和国王となることで騒乱が収束した。さらに、卑弥呼の没後、断王が立ったが再度騒乱が起こり、卑弥呼の創女代値が王位について騒乱は収まったと記録されている。古墳時代の5世紀にも王位継承をめぐる数々の紛争の発生が、 日本初期の記載から読み取れる。6世紀前半には、武列天皇の崩御により一旦、大王系統が断絶しているが、王神天皇の五世の子孫とされる、慶大天皇が大王位を継承した。実際に五世の子孫だったかには、賛否両論にあるが、この事例は、天皇の五世の子孫までは、皇位継承系を持ち得る先例となって、その後の皇統断絶の際に強く意識されることと、 なった。古墳時代から、飛鳥時代にかけても、大王位継承の紛争がたびたび生じた。この頃の大王位継承のルールには、慶大天皇の後に、安官天皇、戦下天皇が数年間在位して、金明天皇が即位しているが、金明天皇による散脱だったとする説もある。その後、金明天皇の子孫が大王を継いでいるが、その経緯は複雑であり、 多くの紛争が生じている。次期大王の決定が難航した時は、女性が大王に選ばれることもあり、水古天皇、皇玉天皇らが即位して、他に適当な男子の大王位承継者が現れるまで在位した。古代の大王くらいの継承において、最大の争いとなったのは、672年の人心の乱である。天智天皇は、 直系の大友子を公子と定めたが、それを不服とする大天王子が大規模な反乱を起こし、大友美子を滅ぼして自ら大王となった。天武天皇は、自身以降の行為継承紛争を防止するため、兄弟関係省を廃止し、直系男子が行為継承するルールを定めようと試みたらしく、草壁美孔皇太子に立てた。だが、政権基盤が固まる前に、 天武天皇が崩御してしまったために、天武天皇の皇后は、草壁美子が大友美子の二の舞にならないように拙速な、皇位継承を避けようとした。だが、その草壁美子までが救世してしまったために、皇后は皇位継承紛争を防ぐために、自ら皇位につき、草壁美子の子である、慶美子を皇太子とした。この系統は、一般的には、 天武天皇系の皇等とみなされているが、天智天皇の御子であった、児童天皇が、自分自身を、天智天皇の直系と意識していた可能性は高いで、あったため問題視されることはなかったが、女性天皇の子孫も、皇族としての権利は同等であったと見られ、長屋王と君内神皇の御子が、天武天皇の彦から、岩章天皇の孫に待遇が改められた事例がある。奈良時代に入った後、 文武天皇も、皇位継承者である、首巫子が成人する前に没したため、元明天皇と元祥天皇の二人の女帝が皇位を継承した。聖武天皇は、皇位継承すべき男子を残せず、女性の後見天皇が後を継いだ。その後、藤原中丸の強い推挙により、天武天皇の孫の順任天皇が立ったが、自らを、聖武天皇の後継者とみなした。 純任天皇と天皇を自己の真とみなす皇権上皇の対立は、上皇が宋の道教を信任した問題をめぐって一気に悪化する。やがて藤原中丸の乱に連座して、純任天皇は敗帝となり、皇権天皇が再度即位して、聖徳天皇となった。この間、他の皇族が皇位を狙ったが、その都度謀反とみなされ、結果、 適当な行為継承者が不在となってしまった。そのため、仏教に深く敬していた、聖徳天皇は、道教を行為につけることを企としたが失敗し、後継者を決めないまま、聖徳天皇は崩御し、天武系行動は断絶することとなった。天武天皇から聖徳天皇に至るまでの行為継承のルールは、原則として直系継承であった。 このルールは、激しい後位継承紛争を未然に防止して、展示系行動の復活を阻止しようとした代わりに、後位継承候補者を限定してしまったため、かえって行頭の断絶という結果を招くこととなった。聖徳天皇法御による行頭断絶の危機に際して、大臣らは協議を行い、その結果、天智天皇の孫にあたる年配の公認天皇が後位を継承することとなった。 この事例は、進化の協議による、行為継承の宣令となった。また、この時には二つの点で、経体天皇の宣令が強く意識されていたようである。一つは必ず公印であること、もう一つは、先代の天皇との婚姻関係を有することであった。公認天皇は、天武形皇統の断絶を教訓として、息子の幹武天皇を後継者とし、その弟の沢田親王を、 寒武のスメラフ等をとととした。これにより、天智天皇、天武天皇以来の直系行為継承は放棄され、体系性が事実上復活したと見ることも可能である。だが、沢良親皇は、謀反の疑いによりこれを廃止。沢良親皇は、怒りも、あらわに絶食死を遂げることになる。この壮絶な沢良親皇の死はその後の寒武天皇を、苦しめ、 須藤天皇の号が送られたが、関武天皇に始まる平安朝は長く、沢良神皇の怨霊に恐れ苦しむこととなる。関武天皇は多くの御子を設けた。関武天皇の後は、関武天皇の長子の平城天皇が、皇位継承し、その意志に従う形で病弱であった平城天皇の、次にはその弟の神の神皇が、スメラフト弟に立った。 これに不満を抱いた平城天皇は大江である自分の直系に後位継承することを起として、一旦佐賀天皇へ上位して、自身の子、高岳親王を皇太子とした。この措置に今度は佐賀天皇が反発し、平城天皇と佐賀天皇の武力衝突が起こり、結果佐賀天皇側が勝利した。これによって平城天皇の直径は後位の可能性がなくなったものの、 佐賀天皇は内外の批判を恐れて自分の実施を擁立することに躊躇し、弟の大友親王をスメラフト弟とした。佐賀天皇と皇位継承紛争を防ぐために、それぞれの直系を互いに皇位につける鉄律を採用することとし、実際、佐賀天皇、純奈天皇、人妙天皇と皇位継承され、人妙天皇の次も常里親王が 皇太子に建てられていた。これに対して、淳奈天皇はかえって紛争の原因となると危惧を抱いており、佐賀天皇に、人形天皇の次にはその御子を立てるべきであると忠告したものの、受け入れられなかった。しかし、淳が佐賀領上皇の相次ぐ、崩御の直後、常貞親王皇を廃退しとする事件が起こり、皇位継承は、佐賀天皇、 人形天皇の系統に統一されることとなった。この事件は、皇統統一を狙った、人形天皇が、藤原北家の協力を得て起こしたとする説もある。各して、公認天皇以来の天示系皇統が、天武系皇統を教訓にして取り入れた。兄弟関係省の相続は、藤原種継暗殺事件から、上和の変に至る、後位継承をめぐる内紛の連鎖の将来に終わった。 人形天皇の後、文徳天皇、聖和天皇、洋聖天皇と直系による行為継承がほぼ順調に行われたが、洋聖天皇が代理で重大事件を起こし、大意に追い込まれてしまい、再び直系継承の下で、高等断絶の危機が訪れることになった。この時は、有力候補がおらず、敗退しとなった、常貞親王や佐賀天皇の子である、源の通れらが候補となったが、 皇皇天皇は自身の御子をすべて親戚降下させており、崩御直前になっても後継者を立てていなかったため、緊急措置として、急遽、皇皇天皇のこの源の帝政が立体視され、歌天皇となった。一度親戚に下った者が、皇位につくのは、日本の皇位継承史の中でも、極めて異例であるが、天皇のこの身分の決定は、天皇の先見事項であるとして押し切ったのである。 しかし、歌天皇とその子の醍醐天皇は、積極的な政治を展開し、天皇神聖の理想型を築いた。ただし、歌天皇の退位後に、洋税系の神皇に対抗するために、兄弟関係省を行わせる意思があり、直系継承の維持を図る醍醐天皇が、藤原時平と図って、歌天皇派と目された、菅原道真を太宰府に流したとする見解も存在する。 文徳天皇の頃から藤原北家が天皇の外籍として摂政、関白につく、摂関政治がある程度形成されていたが、第五天皇の子である須崎天皇、村上天皇兄弟の頃に摂関政治が確立することとなる。摂関家内部に複数の摂関候補者が登場することとなり、それぞれの候補者が別個に天皇に娘を受大させて、子を設けたため、 好位継承は、摂関化のパワーバランスに左右されることとなった。以上のような状況から、好位継承候補者も、複数存在することとなり、再び高等の分裂、鉄律マイナスが見られるようになった。しかし、藤原道長が摂関化を統一したことに伴い、高等も統一されることになる。その後も、鉄律への動きは見られたが、 王朝内部に皇統を統一する意志が働き続けた。上記のような皇統統一の流れの中で、御三条天皇が即位した。御三条天皇は、皇統統一をより強固なものとするため、生前に直系男子へ上位し、上皇として政務に当たることを目論んでいた。御三条天皇は、その実現の前に没したが、その直系男子の白川天皇は、 御三条天皇の意志を継いで、上皇となって事実上の君主として政務にあたる、院政を開始した。上皇が事実上の君主の座につくことにより、天皇がそれまでの交代きた立場となったと言えるが、厳密な行為継承法が存在しなかった。当時においては、皇統が安定していれば、天皇下の当主が天皇に在位しているか否か程度の違いでしかなかった。いずれにせよ、 皇統の安定化が陰性の主要な目的の一つであった。なお、後三条天皇が上位に際して自分の礼に習って、白川天皇の異母帝にあたる佐根人新皇を皇太子にしたことは、白川天皇の不満を招いた。その後、佐根人新皇の休止によって、皇位は白川天皇の実施の堀川天皇に上位することが可能になったが、白川天皇は、 第二のサネヒト新郎の登場を警戒して、自らが後継者に指名した堀川天皇、賭場天皇、ストック天皇の三天皇の異母兄弟はすべて出家させて、皇位継承権を奪う政策を取った。皮肉にも白川天皇の崩御後に陰性を開始した賭場天皇は、白川天皇の崩御後に生まれた、ストック天皇の異母帝である、この上天皇を寵愛し、出家をさせるどころか、 ストック天皇を退位させて、自らの後継者に指名した。隠して、蕎麦天皇の後継をめぐって生じた、ストック天皇、この江天皇、後白川天皇の兄弟間による、皇位継承紛争が、方言の乱平治の乱という武力衝突により解決されることとなった。最終の勝利者は、後白川天皇であったが、両乱を通じて、武士を利用したため、 その後の武士の対統を許すこととなった。ところが、生前の蕎麦天皇が、この上天皇の崩御後に後継に指名したのは、後白河天皇の子、二条天皇であった。これによって、後白河天皇と二条天皇、両者の間に緊張関係が生じたが、二条天皇の崩御によって、後白河天皇が、インイコール時点の君として君臨し続けた。なお、 後白河天皇と二条天皇の父子が対立した際に二条天皇の後ろ盾になっていたのは、その順母となっていた蕎麦天皇の王女、八条院であった。八条院は、父の蕎麦天皇から与えられた広大な所領を、背景に天皇を支えたが、後白河天皇もこれに対抗するために、多くの荘園を所領とした。後に、前者の所領は八条院領。 後者の所領は超高同僚と称され、別々の皇族や皇妃によって継承されることになる。辞典の地位を確保した、後白河天皇は、兵士、源氏など武士勢力の勃興に対して、王権の維持を図ろうとしたが、結局、王権の一部を鎌倉幕府へ移譲することとなる。後白河天皇の正当な後継者は、高倉天皇であり、その創生と後を継いだ。 安徳天皇が外籍である兵士と共に西国に下った後もこの方針が揺らぐことなく、辞典である、後白河天皇によって安徳天皇の異母帝である後鳥羽天皇が擁立された。このため、一時的に二人の天皇が在位する事態となったものの安徳天皇が兵士の滅亡と運命を共にしたことにより高等は後鳥羽天皇の系統に統一された。これによって辞典である 後白河天皇の下で高等が安定した。後白河天皇の崩御後、後鳥羽天皇は陰性を開始した。後鳥羽天皇は鎌倉幕府に移った東国統治権を奪還するべく上級の乱を起こしたが王朝が幕府に敗れるという事態を招いた。この結果、幕府によって後鳥羽陰性と後鳥羽系統の高等は全て廃されたが、 後位継承すべきものが不在という事態に至った。当時、後位を継承するにはその父が院でなければ、ならないという慣例ができており、やむなく、後位についたことのない森貞信能が後、高倉院として、自天の地位について、陰性を開始し、その子が、後堀川天皇として即位することとなった。しかし、後高倉院はすぐに崩御し、新天皇の兄弟は、 上級の乱以前に全員出家していたために天皇に一万一の事態が生じた場合には、高等断絶の可能性が生じた。その後、ご堀川天皇の巫女が、四条天皇として即位したことで、危機は解消されたかに見えたが、ご堀川上皇は、四条天皇以外の男子を設けることなく崩御。続いて、四条天皇も、幼年のうちに崩御したことから、 あと高倉院の高等はわずか21年で断絶してしまう。このため、後位は再び、後鳥羽天皇の系統へ戻った。この時後位を継承したのは、後佐賀天皇である。後佐賀天皇の父は、父の後鳥羽天皇に疎んじられて、上級の乱の際も、中立を守った土見門天皇であるが、このことが幕府の賛意を得ることになり、事実上、後佐賀天皇の後位継承は、 幕府が決定したと言える。これは、後世の先例となって、江戸幕府に至るまで、皇位継承には、幕府の承認が必要とされた。五佐賀天皇の子には、五深草天皇、亀山天皇の兄弟がいたが、互いに、五佐賀天皇の後継者たる自転の君の座を争い、その妥結として、両者の直系子孫が、交互に、皇位、自転位につく。 両党鉄律が行われることとなった。兄、御深草天皇の系統も、明院光る、弟、亀山天皇の系統を、大覚寺党というが、これが日本史上最大の行為鉄律となり、後世に大きな影響を与えることとなる。しばらく両党鉄律は順調に行われていたが、二つの高党の存在を支えていたのが、かつての五白川天皇と八条院。 二条天皇との対立の中で集積された二つの所領であった。後白河天皇ゆかりの長江同僚は、自明院等八条院ゆかりの八条院領は、大覚寺等の所有となり、その経済力を背景に、皇位継承を続けたのである。やがて、鎌倉時代末期になると、両党の内部で、高等分裂が見られ始め、鉄律の混乱が生じてきた。 その状況下で、大覚寺等の五代醐天皇は、暴流出身のために、自天の地位につく権利が否定されており、この現もちろん、王権復興を推進するためには、高等統一は欠かせないものであるが、五代醐天皇の倒幕の最大の動機は、自己の子孫への行為継承問題にあったと言ってよい。刑で福井した後、刑務の申請を開始した。五代醐天皇は、 自転の地位に就くことなく、約200年ぶりに天皇の地位のまま申請を行った。五代醐天皇は、両党鉄律状態を解消し、自身の系統に高等を再度統一したと考えていたが、その後、五代醐天皇による申請に対して、多くの離反が相次ぎ、離反勢力からなる室町幕府は、自明院頭から光明天皇を擁立した。これにより、 北朝と南朝の二つの王朝が同時に存在する日本史上未曾有の事態となった。北朝は幕府の擁護を受けて従来通りの陰性を継続したが、南朝では小村上天皇以降、関白こそは復活させたものの天皇神聖を貫いた。1352年、室町幕府内部の内紛に乗じて南朝軍が京都を占領して、 北朝のスコウ天皇らをもだった皇族を拉致してしまう。室町幕府は天皇の弟の一人が寺院に預けられていることを知って、急遽、後光金天皇として即位させた。後に、南朝方はスコウ天皇らを返還したものの、室町幕府はスコウ天皇の福井を認めず、子孫には伏見宮の称号を送って眺めようとした。だが、皇位継承が、 五黄言天皇の直系子孫による方針が決められたために、スコ天皇と伏見の宮家による五黄言天皇と室町幕府に対する反感が高まって、北朝は事実上の分裂状態に陥ったのである。時代が進み、北朝、室町幕府側の優位が明確になってくると、南朝側も妥結点を模索してきた。そこで仲介に当たったのが足利義満である。 1392年、寿命院党と大覚寺党の鉄律再会が提案され、南朝の五亀山天皇が条件受諾したことにより、北朝の五小松天皇と共に南北朝皇一が実現した。しかし、1412年に昌光天皇が即位するに際して、鉄律再会の条件は撤回されることとなり、 五小松天皇の直系子孫による皇位継承が宣言された。約束を保護にされた南朝側は憤慨し、五南朝としてその後も存続し続けた後まで南朝子孫を名乗る者がいた。一見、南北朝合一により皇位継承は再び安定したように見られたが、もう一つの問題であった北朝内部の内紛は解消されなかった。さらに、五小松天皇には、 昇高天皇しか男子がおらず、さらに昇高天皇には子供がいない上に巨弱体質であったためにいつ放御してもおかしくない状態となっていた。そこで当時陰性を行っていた五小松天皇は、須高天皇の孫である伏見宮貞房親皇に対して万が一の際の後為継承を極秘に要請した。ところがその話が昇高天皇に伝わると、 将校天皇は激怒して、貞房親王を強引に出家させ、皇位継承権を剥奪してしまった。ところが、それからほどない1428年に、肝心の将校天皇が崩御してしまい、五小松家への皇統が断絶してしまった。そこで、五小松天皇は貞房親王の御子であった、五花園天皇を擁立させたのである。これに対して、九南町側では、 北朝側の高等は断絶しており、防流の継承は認めないとして、各地で放棄を起こした。一時は宮中に侵入した南朝側の武士によって三種の人義を奪われるなどの危機にもあったが、室町幕府はこれを鎮圧ここにおいて初めて真の南北朝合一が実現したのである。 1990年代前期頃から、足利義満は、後位三脱を起としていたとする説が注目されるようになった。仏家としてだけでなく、公家としても、位を極めた義満は、自伝の君としての行動を徐々に始め、自身の子である、足利義継を後位につけることを計画していたが、計画成就の寸前に死去したため、後位三脱が、ならなかったとしている。 義満も聖和天皇に始まる源氏ではあるが、代数が当時の天皇から十数代も離れていたため、皇族としての資格はないものとみなされていた。日本の歴史上、五代以上天皇位についていない、家系に属する皇帝が即位した例はない。しかし、上記説の論者は、当時の状況を詳細に観察してみると、義満による後位産脱は、 かなりの可能性で成功したはずであり、もし成功していればその後の天皇のあり方が劇的に変化していただろうと考えている。実際、義満の死後、大乗天皇号が朝廷から送られようとしている。室町時代中期に入ると皇室の権威は次第に低下していったが、それに伴い皇位継承紛争は見られなくなり、直系男子がすんなりと皇位継承するようになった。 誰が、行為についても構わないという状況が出現したことになる。それでも、伏見の宮家から入った、小花園天皇から17世紀前期の御陽勢天皇まで、直系男子が、継承紛争もなく、鉄律もないまま順調に行為を継承していき、日本史上最も行為継承が長期間にわたり、穏やかに行われた時代でもある。安土桃山時代後期、 江戸時代初期の御用税天皇は、自分の後継者が、豊臣秀吉、徳川家康の二大権力者の思惑により、擁立されたことに不満を抱き、実施ながら、これらを廃して、実定の八条のみや都人新郎二条をしようとして、豊臣政権や江戸幕府と衝突したが、最終的に、家康の雄、ス、着南市の御水ズを天皇に譲ることになったが、長く親子間の不和が続いた。 続く、ごみずのお天皇も、たびたび幕府から高圧的に扱われたため、それに耐えかねて1629年、自らの女子に上位した。この時後位継承した、名将天皇は、聖徳天皇以来859年ぶりの女帝である。名将天皇は、その後、伊母帝のご公明天皇へ上位した。その後、1779年に、 ごももの天皇が子を残さないまま若くして崩御したため、日本史上数回目となる高等断絶の危機が発生した。しかし、この約60年前に高等断絶の可能性を予見していた荒井白石は皇位継承系を持つ皇族家系となる官員の宮を創設しており、ごももの天皇の後継として官員の宮から後格天皇が迎えられた。 皇族の子孫は数代経た後に皇籍から離脱するのが律令以来の通例であったが中世以後、伏見の宮や関院の宮のように皇統維持のために何代経ても親王位に就くことのできる家計を創出していったのである。また、当時天皇に複数の御子がいる場合、複数の親王の生活を支える財政的ゆとりがないことや、 親戚効果をさせるだけの区下会議の余裕がないことから、皇位継承者以外の御子はすべて幼くして、出家を強要せざるを得ない状態にあったが、世襲新農家が断絶した場合には、天皇が実施を養子として送り込むことで、子孫の安泰を図ることも行われた。やがて、明治維新に伴う近代的な法治国家への移行に伴い、これまで皇室内部の事情によって決定されてきた。 皇位継承にも法的根拠が求められるようになり、第二本帝国憲法交付に合わせて、皇室転半や当局令などが整備されていくことになる。皇位継承順位及び、皇位継承問題も、参照皇室転半の、皇統に属する男系の男子という条文について、年の宮愛子内親王の誕生など、天皇直系の皇位継承者の集団に、 女性皇族しか存在していない問題が生じていた。2006年の久人新郎誕生により、一応は、第126代近城天皇の次世代の皇位、継承者を確保できたが、依然として皇位継承者不足に変わりはない。そのため、女性天皇及び、女系天皇及び旧宮,宮家の皇籍復帰などの可能性も含めた議論が起こっている。また、 河野太郎衆議院議員や一部研究家は現時点で、口頭と血縁が近い男形子孫を指す、高別設計の検討の必要性を訴えている。初代天皇の神武天皇から第126代天皇の近城天皇に至るため、125回の後位継承が行われてきたことになる。うち、66回は、法御による行位継承、59回は、上位による、 皇位継承である。天皇の一覧を参照。上位上位した天皇の一覧も参照。秋人から徳人への皇位継承を参照今時の125回目にあたる皇位継承は、皇格天皇から人皇天皇への皇位継承以来、約200年ぶりに上位によって行われたものである。ありがとうございます。